どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか？うかでございます。さあ、続きをやっていきましょう。メタルギアソリッド、ポータブル、メタルギアソリッド、ポータブルオプス、やっていきたいと思います。このゲートをくぐっていけんでね。行きましょう。ゆっくり。いや、結構警備ざ、あ、狙っとこう、今のうち。これ、これ、麻酔弾だから大丈夫ですよね、多分。うまくヘッドショット、えいっ！よし、オッケー！頭。ヘッドショット成功。ゆっくり行きましょう、先へ。これ、まあ、いっか。ほっといた方がいいっすよね。むやみにかまっちゃ、ちょっとやだ。危ないわ。で、おお、できる。危ねえ。ちょっと思いっきりヘッドショット狙って。ういっ！よーし。なかなかうまく。大丈夫。ここ、おお、いる。危ない。慎重に行こう、ここは。こうやって隠れて。あ、ダメ。どうしようかな。この先、こっそり行った方がいいですよね、これ。あ、待って。倒した方がいいかもしれない。今のうち。あ、やばい、バレる。うわー、バレた！あ、くそ！やばい。出てきたところを。えい！やばい。あ、いって！ナイフが痛い。待て！よいしょ！よーし。CQC ですね。なんとか。あ、でも慌てるな、これ。あ、なにこれ。メディカルキット。あ、ラッキー。よし、さ、先行きましょう、じゃあ。よいしょ。うい。さて、あ、あそこがゴールか。ですね。マップ見ても、あ、バツボタンある。よし、間違いない。なんとなくちょっと、分かってきましたね。まだちょっと、おぼつかない感じはあるけど。ダメだね、やっぱりちょっと、メタルギアってだけあって、しっかり潜入しないとダメですよね、こういうのは。ちょっとまずい気がする。あんまり露骨にちょっと見つかり続けると、やっぱり、醍醐味ないもんね。さ、先へ。ここは、なんか、ここに、なんか通信施設がある、あ、だね。あれは通信衛星のディッシュアンテナ。ここは通信基地らしいな。あの建物の中に、モテキの通信設備。じゃあ、建物の中に侵入しろ、ということでしょうね。行きましょうか。まず、敵がいないことを祈る。これはもう本当に。そーっとちょっと、これは。よいしょ。ここは、ほふくで徐々に行った方がいいかもしれないですね。武器選択と。MK20、バレちゃう。待て。頼む、撃つな。やめろ、おい。よし。やばい、敵、バレたか、これ。言いましょう。あ、よかった。結構ザルだな、警備。こう、あ、普通に入れた。あれー、まあ、あんなとこで、あ、ここか、うい。コール。もうちょっとはっきりうまくできないもんかな、自分も。普通にバレちゃいましたもんね。聞こえるか？こちらスネーク。聞こえたら応答してくれ。誰だ？スネーク。お！パラメディック！ああ、なるほど。ネイキッドスネーク、あなたなの？その声、パラメディックか。ええ、そう。そうよ、久しぶりね。また、あなたの声が聞こえて嬉しい。ああ、なるほどね。はい。この光線。ゼロ少佐確保。ああ、ありがたい。あまり期待しなかったけど。ああ、そう。しかし、なぜ君が、少佐はどうした？軍に拘束。マジか。どこの軍？国防省。ええー。国家反逆罪の容疑がかかれてる。なんで？あ、そう。一月前、CIA のある部隊が、護衛中だった、軍の機密兵器を盗んで国外に逃亡。マジか。あ、そう。あ、じゃあもうなんか反乱の首謀者だと軍は待ってる。マジか。で、どうすんの、これ。CIA、反乱を起こし、試作兵器を強奪した CIA の部隊名は FOX、フォックス。敵の名前フォックスよ。なんてことだ。もう反乱の目的は？わからない。反乱に絡まなかったフォックスの隊員は全員が殺された。え、マジで？フォックス、そんな壊滅状態なの？なんで？単独での任務遂行を主任務とするフォックスの隊員をまとめ上げ、反対する隊員をすべて抹殺する。ああ、そんなことができる兵士は他にいない。あなただけ。なるほどね。はい。シギントが、ARPA。なるほど。国防省の高等研究計画局。ああ、なるほど。無線、14841。覚えた方がいいのかな、これ。まあ、いいや。14841ね。あ、じゃあ、誰かかってきた。なんだ。あ、14841。あ、逆ね。はいはい。よう、久しぶり。シギントですね。はい。ミスターシギント、あんたの助けが必要。なるほど。はいはい。で、何を、ちょっと、死亡者を捕まえる。それが無理なら抹殺。なるほど。まあ、そうだよね。だから、国家反逆罪にされるか、あるいはもうまたちょっと、なんだろう、その、
反逆者を倒して英雄になるかな。二択なんだろうね。うん。ハーツ&マインズ。ああ、なるほど。それもアメリカ持ってたっては事件介入できない。ああ、まあ、ちょっとよくわかんないけど。新しい軍事国家を作る。アメリカ本国援護。そんな状況で俺一人で、そうだよね。反乱の死亡者を捕まえろってのは無理な話だよね。ん？反乱部隊が現地の兵士を味方につけたんなら、あなた同じことできる。ああ、そう。だから俺たちもこの、俺もこの現地の、なんか、兵士を味方にすることができるってことだよね。ってなると、やっぱあれか、きっと、ピースオーカーみたいな、なんでしたっけ？名前が出てこないけど、あれだ、ほら、フルトン回収とかできるんじゃないかな、と思うんですけど、どうなんでしょうかね。さあ、どこだこれ。で、それなんか、ちょっと、隠れ家的な、あ、キャンベル、違う。何？スネーク、どうして戻ってきた？あ、ほんと、戻ってきました。鍵を拾った。牢屋の鍵と書いてある。書いてあったんだ。救援の要請は？救援は来ない。なんだって？どうやら俺にはフォックス隊を指揮してお前の部隊を壊滅させたという権威が勝ってるらしい。そいつは驚きだ。その疑いを晴らさなければ、救援を呼ぶことがおるか、国に帰ることさえも今の俺にはできん。疑いを晴らす。しかしどうやって？フォックス隊が動いた本当の理由を突き止める。なるほど。キャンベル。なんだ？それにはお前の協力がいる。俺の？ああ、グリーンベレーなのね。なるほど。グリーンベレーとしてのお前の能力が必要だ。おいスネーク、無茶言わないでくれ。何が無茶だ。見ての通りさ、俺は足を骨折して、まともに歩き回ることもできないんだ。なるほど。それに数日前から微熱が続いていて。そうか、なら歩き回らなくていい。トラックを運転してくれ。なんだって？これだけの広さの土地に軍隊が、駐留している。なるほど。兵員輸送用のトラックぐらいあるだろう。そりゃあそうだが、それに銃を撃つのに足の怪我が関係ない。違うか？結構言うね。やってくれるな。キャンベル。オーケー。わかったよ。オンに切る。なるほど。やれやれ。伝説のビッグボスがこんなに人使いの荒い男だとはね。予備の無線機を渡しておく。ああ、無線機持ってるんだってか。周波数は、140.85。セレクトボタンを使えば無線ボタン。まあわかりました。うん。下押せは登録されてる。はいはいはい。寂しくなったらあんたのことを呼び出すよ。なるほど。意外と、助けてほしいときは、もう無線を通じて、助けてって言えばいいわけだ。さて、まずは情報収集だ。作戦前に何かブリーフは受けてないか？最初に情報収集の実施する場所は、ここソ連の、駐屯隊前線哨戒基地。ここは俺が、フォートブラックでの作戦前のブリーフィングを受けたときに、最初の監視目標として指定された場所。ここなら自信を持ってあなたを連れ切るぜ。というより、他の施設の正確な位置をつかめてない。あー、なるほどね。うん。多数の兵士が集めている。手始めにお集まりの武器だ。そこで、できる限り情報を集める。敵兵の会話から有益な情報を得る。わかりました。うん。で、スタートか。あ、これでいくつか選択肢があるわけね。はいはいはい、道。じゃあ、駐屯部隊哨戒基地行きましょうか。はい。ここははい。で、まあ、情報集めですよね。はい、出撃します。なるほどね。だから、こうやって移動しながら、どんどんクリアしていくみたいなパターンなんでしょうね、おそらくは。やっていきましょう、しっかり。いや、もうだからこそ、ここはちょっと、うまく、どういう、だから話を聞けばいいのか、あるいは尋問か何かかなと思うんですけど、どうなんでしょうかね。ほい。さあ、降りてきました。コール。あ、誰か来た。キャンベルかな、多分。ですね。はい、なんだ。キャンベルが指揮官になるわけだ。この指揮官というか、まあ、よし、そこでは状況に関する情報収集に当たれ。敵兵の話している内容から多いはず。敵兵に接近し、耳を澄ませろ。しっかり、ああ、わかりました。あ、なるほど、なるほど。三角を押しながら、ゆっくり歩けるんだね。めまい、大丈夫？今はそんなこと言ってる場合じゃない。ああ、そう。大丈夫かね、なんかまあ、どうせ、大丈夫だろ。ああ、ほんとだ、ちょっとゆっくり歩ける。これは便利だわ。これで、ゆっくり、あ、聞こえる。ソ連の都市すべてを壊滅させる兵器よく言われた。そんなバカな話があるわけないだろ。まあそうね。あ、ソルジャー A、ソルジャー B。嘘じゃない。ほら、あいつ。隊長が連れてきたアメリカ人将校がいるだろ。あいつ、いつもふてぶてしい？そう、あの豚野郎さ。すごいこと言うな。死にそうなぐらい顔色青くしやがった。この前本部から届いた機密文書にきっと何かが。なんか後ろになんか光ってるあの お弁当箱あれか？ひしもじみたいな。悪いもんでも食っただけじゃないか？冗談言ってるんじゃないぞ。だがもし本当にそうだとしたら、狙いはソ連本国なんだろ？大丈夫なのか？
バカな、本気で使うわけないだろ。脅しだよ脅し。隊長ならそのくらいうまくやるさ。そうか、だったらいいが、しかしどんな兵器なんだろう。なるほど、単なる核ミサイルじゃない。じゃあ何か別の兵器が今、相手の敵の手にあるってことでしょうね。これどうしましょうか。とりあえず、今二人がちょこっそりこっちへ、そーっと。あ、いる、やばい、敵いる、一人。あ、おい、武器。おい、あ、ちゃ、MK、おい、よいしょ。しっかり狙って。もうちょっと上。これしゃがんだ方がこれ、いいな。えい、よーし。で、弾は勝手に補充されるんですね、よく見たら。そっと行きましょう、ここは。あ、武器ゲット。あ、レーション。レーション、体力回復かな、きっと。大丈夫だよね、敵。見てない、こっち。ちょっとなんか視点変更が大変ですね、少し。まあいいや。慣れるまでの辛抱かな、こればっかりは。よいしょ。さあ、いるか、敵は。あ、いる、やばい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 。バレちゃう、バレちゃう、バレちゃう。おつけ、おつけ。あ、やばい、バレる。なんだ。やばいやばい、当たってない、当たってない。よいしょ。あ、オッケー。あ、時間差でね。なるほど。頭じゃないときは時間差で眠るわけだ。よし、ちょっと登って、登り方がわからん。あ、三角か、これ。三角？あ、三角っぽいわ。よし。三角で基本的にいないから結構お、もう多くのアクションを使えみたい。ここじゃね？あ、いる。そーっと近づいて、これ後ろからホールドアップできんじゃね？怖い。逃げたい。逃げられない。あの対象の力、わかんねえ。おい、動くな。あれ？あ、動いた。よしよし。もう一回やったんね。動くな。あ。で、どうすればいいんだ、これ。どうすればいい？ちょ、おい、なんか、言え。お！怯えた。あ、顔になんか向ければ。何してんの？なんかすごいちょっと。なんだ、こいつは。まあ、いいや。これ下になんか置いてあったんで、こっちと、なんだこれ。うい。あ、メディカルキットゲットー。な、警戒されてる。やばい。あいつか？お前さっきまで敵いたのにすぐもう、おーとか余裕こいて言ってるけど、よっしゃよっしゃよっしゃ。時間差で眠るっていうね。よいしょ。じゃあ、ここちょっと、はい。ゲット。機密情報ですね。おそらく。さあさあさあ、見ていきましょう。はい。なんかの、何か敵の文章らしきものを入手していいぞ。よし、まず急いで戻ってきて。了解です。戻りましょう。よし、じゃあ戻って。あ、操作的に。あ、違う。あ、勝手に戻るのね。なるほど、なるほど。いやー、ちょっと難しいな。お、スネーク。先ほど入手した敵の機密文書の内容なんだが。何？どうだった？それが偉いことが記しちゃった。続けろ。反乱部隊は強奪した新型兵器を本当に発射するつもり。マジか。この文書はその打ち上げ計画の詳細だ。打ち上げの日時まではわからないが、かなり間近に迫ってるようだ。バカな。奴らは今、米ソ両国と交渉してる最中だ。たとえ打ち上げを計画してるとしても、それは交渉有利に運ぶためのブラフだろう。嘘ですね、確かに。そうかもしれん。だが奴らは同胞だった俺たちグリーンベレーを容赦なく何の、叱責かな？多分叱責もなく、わかんないけど、宣明しました。もう、俺ね、頭バカだから、バカってか、すげえ、頭悪いんでちょっとこういうのは難しいっすね。はい。うん。まあ、難しいっすねって言い方あれだけど。いや。うん。で、結局、半島で俺たち、発射の刻限まで何かする義務が俺たちにある。まあそうだね。二人でどうしようもない。確かに何かアイデアは？スネーク、さっきあんたが敵兵の話を聞いたとき、みんな必ずしも本心から反乱に加担してるわけじゃなさそうだってそう言ってなかったか？中には笛を漏らしてる奴もいた。はぁはぁはぁ。そういう奴らこちらの仲間に引き込むのは難しいことだろうか。仲間に？そうだ。そいつらの笛不満を利用して、瀬戸号を試みてみるんだよ。敵の罹患を図るのは、孔子の時代から、心理戦の基本だろ？それにうまくいけば、敵の内情もし、あ、なるほど、情報ね。うん。シーンと同じもの言ってた。あ、仲間にするね。試してみる価値がある。そうこなくっちゃよし、まずは、めぼしい奴をチョイスすることかな。具体的にどうすればいい？今の話じゃ、他の場所の兵士も、笛不満のあたり似たり寄ったり、このトラックに引っ張ってきてみんなを説得するしかない。引っ張ってくるってどういうことなの？あ、敵側の総大将の名前。これ気になる。誰？ジーンだ。G-E-N-E。ジーン。遺伝子。よし、それでは作戦開始。あ、それだけよく、なんでそのなんか、敵の名前だけ分かったんでしょうか？よくわかりませんが。さて、次回へ行きたいと思います。お楽しみに。じゃあね。